今週もウィークリーの時間がやってまいりました。今回ベーシックなホワイトとブラックが登場ということで、トレンドをしっかり抑えたサンサンギアのコラボモデルが3色登場です。サイズらしいユニークなデザインで仕上げた新作の DN が発売です。トモス TV をご覧の皆さん、こんにちは。トモスのゆっぴです。今週もウィークリーの時間がやってまいりました。こちらのコーナーは今週発売するスニーカーの中からトモスがおすすめするモデルをピックアップしてご紹介していくコーナーになります。このチャンネルでしか見られないモデルの紹介もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ご紹介していきましょう。まずはこちら、ナイキ LD1000SP です。1976年に発売されたレトランシューズが久々に登場します。1976年に登場し、8月にストゥーシーコラボも発売され話題の LD1000、 オリジナルカラーの UCLA を彷彿させる一足が登場です。こちら見ていきます。ロイヤルブルーのメッシュアッパーにイエローの数字を施していて、ザ・ベトランシューズといったデザインになっています。随所にスウェードだったりレザーも使われてて、組み合わせがいいですね。シュータンパッチとヒール上部のナイキロゴがレトロ感あっていいですね。ソールはワッフルソールをフレア状に配し、安定性をプラスしています。先月ストゥーシーコラボも発売された LD1000 からブルーイエローの美色が登場です。こちらが今週4日水曜日より発売で、お値段が 13,530 円、明日朝まで抽選受付中ですのでお申し込みも忘れなく。続いてはこちら、プーマスプートゼロレトロです。 NBA プレーヤースターリング・ヘンダーソンのシグネチャーモデルから新色の登場です。若干19歳で NBA 入りし活躍中のスターリング・ヘンダーソンのシグネチャーモデルスクートゼロから、自身が所属するチームポートランドトレイルブレイズのチームからオマージュした新色が登場します。こちら見ていきます。カラーはレッドやブラック、イエローゴールドといった力強い配色になっています。アッパーはメッシュベースに上からこう合皮がパーツでくっついてるみたいな感じのデザインになってますね。ミッドソールにはクッション性の高いプロフォームを採用していて、衝撃吸収に優れています。アウトソールのプーマグリップがグリップ力を発揮していて、クイックなターンや動きを可能にするそうです。ここにキャットロゴも入ってますね。シュータンはこのスクートの S かなが入ってて、キャットロゴもさりげなく入ってたりしますね。後ろにもキャットロゴいます。かわいい。内側はこんな感じです。今注目のプーマのバッシュスクートゼロの新色ということで、ぜひチェックしてください。こちらが今週6日金曜日より発売で、お値段が 16,500 円。サイズ等詳細につきましては概要欄からご確認ください。続いてはこちら、キーンハイポーザークラッシュバッグとジャスパーウォータープルーフです。機能性を備えたキーンの新作2型が登場します。今韓国でも人気が高いジャスパーを防水仕様でアップデートしたジャスパーウォータープルーフと、デザイン機能性を備えたミュールハイポーザークラッシュバッグが登場します。ジャスパーの方から見ていきます。こちらブラックがメンズで、ベージュの方がウィメンズになっているんですけど、ちょっとブラックの方から見ていきます。つま先部分からシューレースが通っている特徴的なディティールになっているんですが、本作はアッパーに防水素材を搭載しアップデートしているそうで、アウトドアフィールドからシティまで幅広いシーンで活躍します。アッパーの素材感でいうとスウェードっぽい素材が使われてますね。オールブラックかっこいいですね。後ろもこんな感じで、あ、ここにキーンドライって入ってウォータープルーフのタブもついています。これがキーン独自の防水素材らしいです。こちら替え紐でブルーの替え紐もついていました。続いてウィメンズの方なんですが、こちらは先ほどと変わってこうベージュベースのカラーになっていて、結構使いやすいカラーなんじゃないかなと思うんですけど、サイドにキーンのロゴが入ったり、こちらもつま先部分からシューレースが通ったデザインになっています。後ろから見るとこんな感じ。ソールとかかかと部分は黒になってて締まって見えますね。付属は平紐なんですね。こっちはロープレースなんですけど、平紐のこのアッパーと同じベージュのカラーがついています。続いてハイポーザークラッシュバッグなんですが、こちらはミュールタイプになっていまして、めちゃくちゃ今っぽい形ですね。ちょっとブラックの方から見ていきます。シューレースがドローコードタイプになっていて、フィット感も調節可能なモデルとなっています。ソールの形状も結構ユニークな形で、高いトラクションも備えていますね。かかとの部分がこう柔らかくなってて、こうかかとを踏んでも履けるっていうのになって、めっちゃ楽そう。着脱 2way 仕様になってますね。続いてベージュカーキっぽいカラーになるんですけど、こちらは結構アウトドアっぽいカラーリングなんじゃないかなと思います。このシューレースの部分はちょっとカーキっぽかったり、ブラウンが使われてたりいいですね。でこちらもしっかりかかとが踏んづけられるような
仕様になっています。こちらインソールが取り外し可能となっていまして、結構ねクッション性が高そうなインソールですね。で総柄になってて可愛い。最近キーンがじわじわと来てて、今回紹介した2方もデザイン機能面ともに優れたモデルとなっています。こちらが今週4日水曜日より発売で、お値段がハイポーザークラッシュバッグが 14,300円、ジャスパーが 17,380円となっております。サイズと詳細につきましては概要欄からご確認ください。続いてはこちら、アバーブザクラウズアシックス GT2160 です。大人気コラボから新色が登場します。オーストラリア発のファッションブティックアバーブザクラウズとのコラボ作 GT2160 からブラックホワイトを基調とした新色2型が登場します。こちら見ていきます。カラーはブラックベースとホワイトベースの2型になってるんですが、ホワイトベースから見ていきます。アッパーはメッシュとシンセティックレザーで構築されていて、つま先部分はアバーブザクラウズコラボおなじみの半透明のグリッドメッシュを採用しているので、こちらねこう手を入れると分かると思うんですけど、透けているデザインになっています。かわいい。ソールにはゲルテクノロジーを搭載していて、まあ、後ろから見てもゲルの文字が入ってたりとか、結構こうクリーンな印象ですね、ホワイトベースのものは。続いてブラックの方なんですが、こちらもねしっかり透けているデザインになってて、ここでね靴下で遊べるっていうのがいいですよね。サイドには GT2160 のネームも入っていたりとか、内側から見るとこんな感じです。ところどころちょっと光沢感があって高級感もありますね。安定にかっこいい。アウトソールはこんな感じです。アバーブザクラウズコラボは何色か出てると思うんですけど、今回ベーシックなホワイトとブラックが登場ということで、ぜひチェックしてください。こちらが今週6日金曜日より発売で、お値段が 19,800円、現在抽選受付中となりますので、詳細は概要欄からご確認ください。続いてはこちら、サンサンギアアシックスゲルテレインです。ソウルを拠点とするファッションブランドサンサンギアとアシックスのコラボモデルが登場します。韓国ソウルを拠点にサブカルチャーとアウトドアをミックスし、洗練されたウェアを提供するサンサンギアとアシックスのコラボからゲルテレインが発売です。こちら見ていきます。カラーはブラックブルーとグレーグリーン、グリーングリーンの3色展開となっています。ちょっとグリーングリーンの方から見ていきます。素材はメッシュにナイロンを合わせて、随所にはシンセティックレザーが採用されています。ここのアシックスストライプのところはちょっとテープっぽい感じですね。シューレースはクイックレース仕様になっていて、ゴープコア感やテック感をプラスしてくれます。ソールにはフライトフォームを採用していて、軽量化やクッショニングを実現しています。アウトソールはこんな感じ。かかと部分にはゲルもしっかり搭載されています。続いてグレーグリーンのカラーなんですけど、こちらもアッパーはメッシュだったりナイロン、さっきとは違ってアシックスストライプの部分がシンセティックレザーになっています。なんかここの字体かっこいいですね。こんな字体だっけ。ゲルテレインシャって書いてます。後ろから見るとこんな感じ。グリーンが効いてて可愛いですね。インソールなんですけど、左足がアシックスのロゴで、右足にはサンサンギアのロゴが入っています。でなんとシューターの部分が片方がアシックス、片方がサンサンギアのロゴになってます。ちょっとトライバルっぽい柄ですね、このロゴ。続いてブラックブルーのカラーなんですが、こちらも落ち着いたカラーリングでかっこいい。てか今気づいたんですけど、めっちゃ軽いです。こっちのカラーはアシックスストライプはテープ仕様になってますね。ところどころレザーも使われてて、アウトソールのカラーめっちゃ可愛い。この何とも言えないちょっと珍しいブルーがいいですね。トレンドをしっかり抑えたサンサンギアのコラボモデルが3色登場です。こちらが今週6日金曜日より発売で、お値段が 22,000円、現在抽選受付中ですので、詳細は概要欄からご確認ください。最後はこちら、サイズナイキエアマックス DNSP です。英国のスニーカーショップサイズとエアマックス DN のコラボモデルが登場します。今年誕生したエアマックスシリーズの最新作 DN、 今作は英国初のスニーカーショップサイズとのコラボモデルとなっており、秋らしい渋めなカラーを使用しワントーンで仕上げた一足となっております。こちら見ていきます。今までの DN とは打って変わったデザインになっていると思うんですけど、アッパーはウーブンテキスタイルで構築されていて、特徴的なステッチが施されています。今まではラバーのグリップみたいなのがついてたんですけど、今回はこう刺繍でそれが表現されてるのかな。カラーリングはレッド系のカラーで統一されていて、ワントーンの仕上がりになってますね。大人っぽい印象です。シューターの部分が DN のロゴのパッチがついてたんですけど、今まではこうエアマックスっていう文字になってます。でなんといってもこのねシューターとヒール部分にはタブもついていますね。私びっくりしたのがこの DN の部分、ここで色を変えてるデザインとか結構あったと思うんですけど、もうなんか塗りつぶされてる。エアマックスのエアーの部分ってクリアなイメージだと思うんですけど、今回はマットな仕様になっています。
サイズらしいユニークなデザインで仕上げた新作の DM が発売です。こちらが明日3日火曜日より発売で、お値段が 21,230 円、サイズ等詳細につきましては概要欄からご確認ください。いかがでしたでしょうか。今週もたくさんリリースがあるので、皆さん気になるモデル等ございましたらコメント欄でぜひ教えてください。それでは今回はここまでとさせていただきます。次回のアトモス TV もお楽しみに。バイバーイ。